こんにちは、クリッカーツッキーです。北米市場でスープラはジャパニーズ GT カーの象徴的存在だった。 GDM マッスルカーとしてのたくましさを静かにアピールする本気マシン。スープラという車はそもそもアメリカと縁が深い。その誕生の背景にはアメリカ市場で大成功したダットサン Z の影響が強く、トヨタでも6気筒エンジンを搭載したスポーツカーをという声は北米市場からの大きなリクエストでもあった。当初はセリカの6気筒版だったので、日本ではセリカ WX の名前で売られたが、北米市場では当初からスープラの名で売られており、スープラは日本の GT カーの象徴的存在でありながらも、北米市場とは切っても切れない関係にあるというわけだ。映画ワイルドスピード1作目で JZA80 スープラが主役マシンだったのもそうした背景があればこそで、このスープラのオーナーダニーさんも特別な思い入れを愛車に注いでいる一人だ。彼がこのスープラを買ったのは2006年。購入当初から HKS タービン付きのチューンドだったが、そこからコツコツと彼の美学を反映したチューニング&カスタムを開始した。その美学とはズバリスリーパー。これはマッスルカーの世界でよく使われる言葉で、一見すると乗っていても眠くなるような地味な車だが、実はハイパワーでものすごく速いというスタイルを指している。このスープラはあえて巨大なウィングをつけず、インタークーラーもブラックアウトしてその存在感をオミット。とにかく見た目はノーマルプラスアルファにとどめ、その獰猛さをひたすら隠しているのが特徴だ。しかしチューニングは最新鋭にして究極。エンジンは 2JZ-JTE をベースにフルチューン。しかもエタノールとガソリンを混合した E85 フレックスフューエルを合わせたセッティングがなされており、ガソリンだけの使用よりもかなりのハイパワーを実現。燃焼効率のいいエタノールはエコの観点からアメリカで浸透しているが、ダニーさんのような人にしてみれば安いレースガスということらしく、現にこのスープラも E85 を使用すると実測で970馬力を発生するが、通常のガソリンだとそこから100馬力はパワーが下がるそうだ。このハイパワーエンジンに対応すべく、サスペンション、ブレーキもアップグレード済みで、970PS を内に秘めたスリーパーなスープラはコンセプト通りに完成。つい最近メルセデスの E63 アーマーゲー 5.5 リットル V8 ツインターボで 585PS が隣に並んだ時、相手がホイールを入れただけの日本車かとバカにしていたので、思いっきりぶち抜いてやったという。ノーアルタカはなんとやら大人のチューニングコンセプトとしてスリーパーは今後も広まっていきそうだ。完璧にディテールアップされたエンジンルーム、クロームが好きじゃないということで、ブラックペイント&カーボンパーツでセンスよくブラックアウトしている。カーボンのインテークパイプ類は、このスープラの製作を担当した JSP によるカスタムメイド。タービンハウジングも美肌を落としてからパウダーコートでブラック化するというご利用だ。エンジンルームをきれいに見せるワイヤータックと、シェーブドベイも当たり前のように施される。エンジンは見た目だけではなく中身にも手が入ったフルチューン。エタノール燃料にも対応した ECU と専用センサーをセットし、 E85 を高効率で使用することを可能にしている。その独特の排気臭はまるでレースカーだ。ボディはハウスオブカラーのレッドマイカを使用してペイント。ボンネット状のスクープは欧州仕様のものを装着。サイドスカートとリアスパッツは日本仕様だそうだ。フロントリップとリアスポイラーはカーボン製だが、スリーパーゆえにアピール度の低いシンプルなものを装着。ビルトノットポート、買ったものではなく作ったというステッカーはダニーさんのプライドが込められた一品のもの。ちなみにナンバープレートの SYANNRA とはさよならのこと。他の人が申請済みで SAYONARA は取れなかった。ホイールはワークグノーシス HS201 の19インチ。 JZA80 スープラはノーマルフェンダーでも極太サイズが飲み込めるので、前 9J 後ろ 11J とバットサイズを履きこなす。ブレーキはレースシーンからの支持も厚いストップテックのビッグブレーキキット。フロントキャリパーは6ピストンで制動力も抜群。ダッシュパネルやピラーメーターのポットはレザーバリエとカスタム。シートもダッチバイパーのものをベースに張り替え、そこにスープラロゴを刺繍したワンオフ品だ。メーター類はパワーハウスレーシング製で、スピードメーターは GPS も併用するタイプ。
これだけ本気のチューンドながらオーディオも抜かりなく装備するのがアメリカ流だ。8年をかけてここまで車を仕上げたダニーさん、エンジン等のメカニカルパートは JSP というショップに任せているが、内装などの作業は自身で行っている。スープラを日本のマッスルカーと例えるが、実は本物のマッスルカー C6 コルベットも所有。その上でスープラの方がパンチがあって好きと語るなど、このスープラを本当に大事にしていることがわかる。